ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。私、漫才が好きでいろんな芸人さんのネタを見て爆笑してるんだけど、ある日テレビを見ていたら海外コメディアンの人が出てて、一人でステージに上がってトークを繰り広げ観客席から笑いを取ってたけど、私には笑いどころが全然わからなかったの。一体どんなトーク内容だったんだ？テレビのチャンネルを変えるときにリモコンの電池が切れかけで、リモコンを振りまくって膝に何度か叩きつけたら、最後のチャンネル変更分をひねり出せるときってない？って内容だったわ。確かに、笑いどころはわからないが海外ではあるあるなんだと思うぜ。だが、逆に日本人が海外に行って日本ではウケるのに、海外では通用しなかったなんてこともあるんだぜ。そうなの？ちなみにどんなことが海外には通用しなかったの？じゃあ、今回は海外で通用しなかった有名人4選を紹介するぜ。どんな内容になるのか楽しみね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのはサンドウィッチマンだぜ。あんなに面白いコントや漫才を披露している二人が、海外で通用しないなんて信じられないわ。実際にスペインで公演した時にショートコントの、ラーメンを披露したら滑ったと伊達さんが語っていたぜ。本当に？あれでしょ、伊達さんと富澤さんがラーメン店に行く設定で、一緒のものを注文したいという富澤さんのために、伊達さんがラーメン二つと注文すると、富澤さんも私もそれでと注文してしまい、伊達さんがツッコミでラーメン4つ来ちゃうぜ。っていう鉄板ネタじゃない。このネタは一人一杯が普通なのに、富澤さんも頼んでしまったから二人で4杯頼んでしまったと、日本ではありえない出来事が笑える点だ。しかし、海外の反応は、ラーメン4つ来るんですよね、それの何が面白いんですか？この国では一人二つくらい食べますよ、と真面目に説明されたらしいぜ。滑るより辛いわね。富澤さんの方も4つ来たら4つ食べればいいじゃないと言われたみたいだぜ。これはもう地獄ね。食文化の違いから受けなかったのかしら。そうだと思うぜ。アメリカとかに海外旅行した時、提供される食べ物の量が多いと感じたことはないか？確かに、アメリカといえば大きいステーキってイメージもあるくらいだもんね。これは一説だが、アメリカが貧しかった時代の名残で、豊かになった今では客人に食べきれないほどの食事を出すことがおもてなし、という考えがあるみたいだぜ。そうなんだ。あの量をアメリカ人とかは食べきれてるのかしら？いや、食べきれない人の方が多く、お持ち帰りパックに入れて持って帰ってる人を現地では多く見かけるらしいぜ。地元民でも食べきれないんだ。これはサンドウィッチマンがコントをしたスペインでも同じなの？同じだぜ。スペインに行くと胃が大きくなるとも言われているくらいだぜ。それは初耳だわ。理由としてはいくつかあって、器が大きく食べ物の量が多いこともあるが、スペインでは1日5回食事をする習慣があるんだ。毎日5食はちょっと私には無理かな。全員が5回食事してるわけじゃないぜ。中には日本と同じく1日3食の人もいるんだ。ちょっと安心したわ。こういう理由からスペインで披露したショートコントラーメンネタは、現地の人からしたら普通のことで受けなかったんだぜ。なるほど、食事の量が多い国でラーメンネタは禁止ね。次に紹介するのは小栗旬さんだぜ。日本では超人気の俳優さんじゃない。有名なドラマや映画にもたくさん出演してるのに通用しなかったの？そうみたいだぜ。実際に本人念願のハリウッドデビューだったのに、悔しさしかないとコメントが出てるんだぜ。念願の？そうだぜ。小栗旬さんは小学生の卒業文集で、夢はハリウッド進出と書いているんだ。俳優になることが夢だと思ってた。というか、いつハリウッドデビューしたの？2021年に公開された映画のハリウッド版ゴジラに出演してるぜ。そうなんだ。どんな役で抜擢されたの？シリーズ前2作で渡辺謙さんが演じてた科学者にして、ゴジラの擁護者である芹沢石郎の息子の芹沢蓮役だぜ。芹沢蓮役は物語を象徴する存在でもある大事な役なんだ。初ハリウッドデビューで大役を担ったのね。小栗旬さんの英語力では難しいという声もあった中、演技講師の指導を受け英語のセリフを猛特訓して撮影に挑んだんだぜ。夢がハリウッドだっただけあってすごい熱意ね。実際に撮影が始まるとどんな演技をするんだ？と試されてる雰囲気や、今相手にされないよなという瞬間もあり、日本ではもう味わえない新人気分を味わい幸せだったと語っていたぜ。あの小栗旬さんが新人扱いってさすがハリウッドって感じね。でも、小栗旬さんの演技力なら問題ないんじゃない？それがそううまくはいかなかったんだ。撮影方針が大幅に変更され、
人間ドラマのパートが減り、怪獣対決が前面に押し出されることになったんだぜ。これに対し小栗旬さんは、撮り直しにもなって落ち込みました。演技力が足りなかったんだろう、とコメントしてるんだ。ハリウッドは厳しいわね。それに言葉の問題もあったのではないかと言われているぜ。完成した映画の中で小栗旬さんが登場した時間は、トータル10分くらいなんだが、そのうちセリフがあるのは5シーンほどで多くは無言シーンなんだ。どうやら、発音の問題でテイクを重ねることも多かったようだぜ。あんなに英語を猛特訓してたのに、それでも英語力不足で映画公開後の視聴者から不評の声が上がっているんだ。どんな厳しい意見が上がっているの？これはハリウッドにはいけないや、この英語じゃ厳しいといった声だ。そんなに言われるほどなの？私もゴジラを見てみようかな。ゴジラを見てみるのなら小栗旬さんの壮絶な命の落とし方に注目してくれ。え、なぜそこなの？白目を向く演技をしたんだが、この演技に監督は大喜びだったそうだぜ。それはちょっと興味湧いてくるわね。今回初めてのハリウッドには失敗した小栗旬さんだが、悔しさから今も英語を勉強しているみたいだぜ。次の挑戦のために準備してるのね。いつか流暢な英語を披露してくれる日が楽しみだわ。次はローラさんだぜ。ローラさんって海外進出してたの？ CM でよく見てるからまだ日本で活動してるのかと思ってたわ。ローラさんは2016年にハリウッドデビューを果たしているんだぜ。そうなの？何の映画に出演したの？バイオハザードザファイナルだぜ。すごい、超有名な映画じゃない。この作品の中でローラさんは、女戦士コバルト役を演じているんだ。それだけじゃどういう役どころなのかわからないわ。女戦士コバルトは人々をゾンビ化させるTウイルスの流出事件から生き延びた女性戦士だぜ。主人公のアリスと対峙するシーンもあるんだ。へぇ、じゃあ結構重要な役だったりするの？出演時間は10分くらいでセリフも二言くらいしかないんだ。でも、有名な作品に出演するなんてすごいわね。そうだな、しかもこの役はオファーではなくオーディションで勝ち取ったみたいだぜ。実力で役をもらっているんだから海外で通用しないわけないんじゃない？この役でかなり高い評価を受け、海外活動が期待されていたほどだぜ。さらに、ロサンゼルスに3億円の豪邸を購入し海外に拠点を置いているなんて噂もあったんだ。しかし、これ以降作品に出演するという話は一向になかったんだぜ。あれ？高評価を受けてたのにどうしたの？英語を覚えるのにいっぱいいっぱいで、オーディションもちょっと受けたが向いていないと思った。どうしてもやりたい役が出てきたら頑張ろうと思う、と本人がコメントしているんだ。そっか、海外進出は断念したのね。女優業での海外進出は断念したようだが、ローラさんは今もロサンゼルスに住んでいて、海外でモデル業やブランドプロデュースをしているそうだぜ。じゃあ、もう日本で活動することはないのかしら？そうでもないみたいなんだ。滞在期間は1ヶ月だったが、2021年3月から一時日本に帰ってきていて、その時はしゃべくりセブンやモヤモヤサマーズ、などの人気バラエティに出演してたんだぜ。アメリカと日本の二刀流で頑張ってるのね。うん、それはどうだろうな。帰国後急にバラエティに出まくっていて、その姿を見た人から、出稼ぎではないかとの声が多く寄せられているんだ。でも、豪邸に住んでいて出稼ぎに来る必要なんてあるの？あの豪邸は借りているもので、いつかちゃんとした家を買いたいと思っている、と語っていたこともあって出稼ぎに来たと考えられるんだぜ。なるほどね、私は今、豪邸が借家であることにびっくりしてるわ。次に紹介するのは松田聖子さんだぜ。永遠のアイドルじゃない。まあ、松田聖子さんクラスのアイドルなら海外進出はおかしくないわね。そうだな、だが松田聖子さんは、4度の海外進出をしているがどれも失敗に終わってるんだぜ。一回の失敗くらいじゃ諦めないのがすごいわね。1990年が最初の全米進出で、デビューアルバム、成功リリースしているんだ。セカンドシングルでは当時人気絶頂だったドニー・ゴルバーグと、デュエット曲を出し全米シングルチャートで54位、全英では44位を記録しているんだぜ。ドニー・ゴルバーグって誰？ドニー・ゴルバーグは5人組ボーイバンド、ニューキッズ・オン・ザ・ブロックのメンバーの一人で、全米シングルチャート1位に輝いたこともあるすごいバンドのメンバーなんだぜ。それでも全米54位ってすごいんじゃない？いや、当時全米で40位以内、全英だと20位以内がヒット曲の基準だと言われている中で、松田聖子さんの順位はヒットとは呼べないんだ。しかも、ドニー・ゴルバーグとのデュエットだと考えると惨敗とも言えるぜ。確かに、二度目の全米進出はデビュー以来所属してきたソニーレコードから、ユニバーサル・ミュージックに移籍した1996年だぜ。6年後に再チャレンジなんてすごいわね。
全米チャレンジするには結構短期スパンな気がするんだけど。それが、移籍して、あなたに会いたくてが大ヒットして、全米進出にチャレンジする流れになったようだぜ。2回目の結果は？当時松田聖子さんについていたマネージャーが、ユニバーサルミュージックの上層部と衝突し、進出どころか専属契約の継続も怪しくなってきた中で発売されたのが、Was It The Future という曲だ。この曲は全米シングルチャート101位という結果で終わっているんだ。前回よりも大きく順位を落としてるわね。2回目もヒットしたとは言えないわね。そして3回目の全米進出は2002年だぜ。また6年後じゃない。今度はユニバーサルミュージックからソニーレコードにで戻っての全米進出だぜ。3度目の正直ってやつね。結果は失敗に終わったんだぜ。結果が早くない？それだけ？どうやらこの時の松田聖子さんは、原田真二さんに夢中で意識が全米進出に向いてなかったみたいだ。CD を発売するも一部で話題になっただけで日本でのヒット曲も出なくなったそうだぜ。そんな大事な時に聖子さん何してんの？その後は自分で作詞作曲をしてみるが、売れずに2007年にサンミュージックと業務提携し、方向転換が期待されたがこれも叶わなかったんだぜ。いろいろ試行錯誤してるようで大変そうだけど、なぜ方向転換できなかったの？松田聖子さんがその気にならなかったからだ。ちなみに、どんな方向転換だったの？大物アーティストの楽曲で聖子さんを売り出そうと考えていたんだぜ。トップアイドルとしての意地みたいなのがあったのかしら。それもあるかもしれないな。そして、4度目の全米進出は2017年だぜ。さすがに4度目は全米進出までに結構な期間が空いたわね。今度はアメリカの名門ジャズレーベルと言われる、バーブレコードから日本人初の作品、聖子ジャズがリリースされたんだぜ。売り出すにはうってつけの話題性じゃない。この結果は全米ハイレゾ配信最大手にてジャズ部門2位と報じられているんだ。全米で2位？ 4 度目でようやく世界に通用したのね。そうとも言えないんだぜ。数ある音楽会社の1社で1週だけ2位を取ったってことなんだ。しかも、この音楽会社はジャズに特化しているから日本のジャズシンガーが、総合部門でトップ10入りすることも珍しくないんだ。言い方一つでかなり印象が変わるわね。それに音楽関係者から今回で本格的な全米進出も夢になったとあり、やはり4度目の失敗を示唆しているのではないかと考えられているぜ。とはいえ、2位に入ってるんだから全米には通用したってことでしょ？いや、配信購入者のほとんどが日本人だったから、全米で認められたとは言えないぜ。海外でやっていくのはかなり難しそうね。海外で通用しなかった有名人4選を紹介したがどうだった？日本では大きな実績があっても海外じゃ全く通用しないのね。やはり、何事もまずは英語が話せることは当たり前で、発音も現地の人に近づけないといけないと思うぜ。それに文化も学ばなきゃダメね。じゃないと、サンドウィッチマンみたいに失敗しちゃうものね。そうだな。私はまずは英会話教室に通うことにするわ。おいおい、海外進出でも狙っているのか？もっと私を広めようと思ってね。霊夢にそんな野望があったとは。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。